皆さん、こんにちは。ティンダーの脈は金田です。ローカルな仕事図鑑、紹介します。まあ、地方で働く人も多いです。ゲストハウスのオーナーもいいですね。稼働率。まあ、外国人。まあ、はい。100%。うん。収入アップ。いいもんですね。これね、お店も、うん。いろいろ大事ですね。はい。改装して。あとは民間図書館の管理人。私立図書館もいいけど、民間の図書館も、小さな図書館もまあ、子供たちにとっていいですね。読み聞かせもいいし。セイクトブックショップのオーナーにアンテナショップのオーナーいいね。カフェのオーナー、これも簡単。コワーキングスペースのコーディネーターもいいですしね。はい。あとは自然系ではまあ林業がやはり一番人気でございます。農家になるのもいいです。ワイン醸造家もいいですね。ワインメーカー。はい。ワイン飲んでみたいね。あとは鳥獣被害対策人と、あとバイオマスエネルギー事業家、ネイチャーガイド、生誕師。とかですね、あとはまあそうですね、地域のデザインのショップのオーナー、何でもいいです。洋服とか古着でも何でもいいんです。食べ物でも、編集者なんかの編集、 YouTuber でもこれいいと思いますね。はい。まあはい。あとはアートのプロデューサー、地域コーディネーターいいですね。地域コーディネーター私もやってみたいですね。移住計画、マルチ農家、あとは地域資源プランナー、あとは食を豊かに、パンと雑貨店のオーナーもいいです。パン雑貨、これユーティニティで活躍できますね。お茶農家も、うん、憧れますね。はい。あとはホヤの漁師、これ宮城県です。はい。無農薬有機栽培農家、杜氏、酒を作る人、味噌職人いいですね。他にもね、まだあるんですよ。スピーカー作家、あとはまあそうですね、伝統芸能の仕事はまあ金工作家、あとは木工家具職人、革物の作家もいいですね。和ろうそく職人、あとは紅型作家ですね。はい。ぜひどうでしょうか。というわけでローカル仕事でした。バイバイ。ローカル職業でした。はい。